にちは、神原さとみです。今日のアーティストボックスはエブリリトルシンを特集してお送りしました。では話し方レッスンいきますね。今日のテーマは早口言葉で滑舌を良くする極秘です。例えばですね、よくあるあるなのが、東京特許許可局局長許可却下イエーイとか言っちゃうような感じの方見ますよね。早ければいいっていう方、これ違うんです。結論から言いますと2つありまして、早口言葉は1、早く喋る必要はありません。なぜなら綺麗に正確に発音することが目的に作られているからです。結論2つ目、早口言葉は克服したい自分の弱点、目的別に選んでくださいということです。例えばどうしてもね、音が潰れてしまうという方多いんですね。こんにちは、よろしくお願いします。これをこんにちは、よろしくお願いします、何が違うと思いますか？音を潰さないためには唇を縦に開くという動きが絶対に必要なんです。こんにちはではなく、こんにちは、こうするとハキハキと聞こえるんですね。そのための早口言葉、カエルがおすすめです。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、はい、このむと唇を突き出した後からのむぴょ、縦に開く、これがね、通しでやると結構難しいんですね。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、むぴょ、むぴょですね。この動きを練習する。それから弱点別で言いますと、よくあるのが舌がよく回らない、ろれつが回らないとも言いますけれども、こういう方、これはね、竹垣シリーズがおすすめですね。竹垣いきますよ。竹垣に竹立てかけたのは、竹垣に竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。ほとんど唇動いてないですよね。これ舌の動きで発音をきれいにしてるんです。竹垣に竹立てかけたのは、竹垣に竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。ちょっと見えるように、舌の動きが見えるようにやってみましたが、わかりましたでしょうか？このように自分がどんな点でつまずいているのかまず知ること、そしてそれに合った早口言葉を練習するということをおすすめです。だいたい1日に100回、それを3週間続けてみてください。そうすると日々の会話にも効果が現れてきます。以上、話し方レッスンでした。